こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。なんか学校休みになるんだってね。そうね。うん、まあこれがあれですね。選挙の点取りじゃなくてきちんと根拠があるものだったら、うん、英雄になるし、うん、そうじゃなくて、うん、こいつ話題性だけかと思ったらね、淘汰されるし、うん、じゃない。まあだから困る人はいっぱい出てくるからな、いろんな面でな。本当大変だよ、うん、やっぱこのニュース聞いてやっぱ一番思うのはさ、まあ子供たちもそうだし、うん、共働きの人のこと何も考えてないよね、うん、まあな、うん、まあ、だけどさ、こういうさ、うん、異常事態っていうの、うん、こういうのはさやっぱり起こりうるわけでさ、うん、な、なんか平穏無事に住んでいくのは当たり前だって思ってるけどさ、うん、実は平穏無事ってのは逆にそれが異常事態かもしれないんだから、うんね、このね、うん、長い歴史を考えればさ、うん、な、うん、うん、もういろんな災害とか、まあ、病気なんかもさ、うん、やっぱいっぱいあっただろうと思うしさ、とか、ね、なあ、そう、ね、そうだよね、レング取り立てられたりね自分の娘身売りさせなくちゃいけなかったりとかね、うん、そんな歴史がいっぱいあるからね、うん、そうだよな、うんうん、まあだから東北の方なんてさ、うん、大変でさ、うん、まあ、この間ちょっと取材したのがさ、うん、その会津藩さ、うんうんうん、なあ、明治維新の頃さ、うん、戊辰戦争ってのがあってさ、うん、まあ、あれは鳥羽伏見の戦いから始まったのかな、うん、うん、そういうのがあって、会津藩っていうのは旧幕府側につかざるを得なくなるわけよ、うん、な、うん、で薩長と戦うわけよ、うん、な、うん、本来ならさ、うん、あれ長州があれなんで御所攻めてきたんだ、御所に、うん、な、うん、だから、本当朝敵はそっちなのにさ、うん、いつの間にやら、うん、薩摩と長州が手を組んでさ、うん、で会津を悪者にしてさ、うん、な、うん、というふうな筋書きさ、うん、で会津は戊辰戦争でボロボロに負けて、うん、鶴ヶ城だったかな、あのお城で、うん、もう籠城してさ、うん、もうそれこそ何だっけ、八重の桜だったっけ、うん、な、うん、女子供で戦ってさ、うん、な、白虎隊なんてもあったわけで、うん、な、10代の子供たちがさ、そうだね、で結局、ま、もうボロボロに負けるわけよ、うん、でどうなったかったらね、うん、下北の方、うん、青森のね、うん、あそこに移住させられるわけ、うん、1万7000人ぐらいね、うん、うん、で、そこへ船で行ったり、うん、陸路で行ったり、陸路で行ったら相当だったろうね、大変だよ、うん、であそこ行くでしょ、うん、でまあ今ならさ、うん、あそこ新幹線8年までずっと通ってるよ、うん、で電車に乗ってとかさ、うん、車も使えるしさ、うん、あの辺も大丈夫だよ、うん、だけど当時はさ、うん、誰も行かないよ、うん、まあ住んでる人いたってさ、いわゆる不毛の地、うん、ね、蝦夷地と同じだよね、うん、うん、そういうところへ、うん、行かされて、うん、まあ広い土地があるからさ、うん、そこでお前たちは住めっつって、うんうん、でそこへ、砺波藩っつってさ、砺波北斗七星の砺ね、うん、それに南ね、うん、で砺波藩っていうさ、うん、藩を作ってさ、うん、そこで暮らすわけよ、うん、だからすごいらしいよ、もう家もさ、うん、もう掘ったて小屋でさ、うん、で障子、もないからさ、うん、なんかこう藁みたいなのな、うん、ぶる下げてさ、うん、であれで風がピューピュー吹いてくる、ですで北海道の海賊だとそうで雪が中に入ってくる、そうだ当たり前だから、そうだ、うちの中に雪が入ってきても別に不思議じゃないんだから、だからそれで家の中だって零下、うん、10度20度の世界よ、うん、なあ、うん、そんなとこで暮らしたんだよな、熊はいるし、で食い物はないしなあれって山に入ってさ、うん、わらびとかさ、うん、草の根、うん、根っこをね、なんかこう粉にしてでんぷんにして、うん、それを団子にして食べるとかさ、うん、なあ、もうそんな世界だったよな、うん、うん、だからそれがまだどう、明治維新だからさ、うん、どうなんだ、150年だから明治からな、うん、150年超えた頃だから、うん、そんな200年ぐらい前にはそんなのがあったっちゅう話でしょ、もうそういうことなんだよな、うん、うん、だから別に見習うとかそういうもう一回その時代をって必要ないけれど、うん、だけどもやっぱりこう異常が当たり前みたいなさ、うん、ねえ、ある時突然こう状況が変わってしまう、うん、ね、昨日と今日とガラッと変わってしまうっていうことはさ、うん、まあ今でもそのね、どっかの国にはあるわけだしな、うん、
ということもあるんだよな、うんうん、だからそれをまあ我々も体験してるみたいなさ、うん、ところはあるよな、うんうん、と思う、うん、本当にそう思う。そうだよな。だけどさ、なんだろう、ここまでさ、まあやっぱりさ、トップがさ、うん、どれだけの力があるかっていうかさ、うんうん、やっぱりそういうのを求めるわけじゃん、うん、でみんながおかしいおかしいっていうのはずる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 ここまで来てさ、うんうん、っていうことがあまりにも多すぎる、うんうん、まあいろんな、これだけじゃないよ、コロナだけじゃなくてさ、うん、なんか平気で嘘ついてもさ、それが通る数の、うん、数さえ揃えればさ、うん、何でも取っちゃうわけじゃん、うん、疑惑も潰せればさ、うん、やっぱそれが一番根底だと思うわけ。だから、うん、ああいうことする人たちが本当のこと喋るはずないよねみたいな、うん、まあそうだよね、そういう信頼性ってさ、そうそうそう、なくなるよな、ね、うん、そうだよね、うん、なんかでごまかしていくみたいなね、そうっていうところはあるよね、うんうん、じゃあこれもなんか、ま、ごまかしなんじゃないのって。でもさ、そんなさ、うん、もうなんていうの、こう崇高なさ、うん、ね、うん、リーダーシップ持った人がさ、うん、現れるってことも幻想であってさ。いやでもそれは分からんよ、うん、分からんよ。だから今まさに浄化の時であってさ、うん、もうそういうのからもう離れようよって。なんかあったじゃん、うん、緑のなんだっけ、うん、緑の星じゃないし、なんだっけ、あったじゃん、子供みたいなやつ、 あったね、うんうん、だからあれになるためにはさ、もう徹底的にさ、そうそう、それは必要だと思うよ、うんうん、そうそう、そういうふうなこうあの流れはあると思うよ。だからただの悲劇ではなくてさ、うん、いやもうその瞬間、この、 あの一番目を取り出せばさ、うん、もう大変なことよ、うん、うん、まあ、こんなんでこんなこと起こるんだろうって、うん、ね、嘆きたくなるけれど、うん、だこれもっと広い長いスパンで見ていくとさ、うん、やっぱりこれがあったからっていうのはさ、うん、これは何でもあるじゃん、うん、なあ、個人個人でもさ、うん、辛い思いをした、大変だった、うん、でもなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだって、うん、ああ、もう本当落ち込んだりね、うん、するけれど、うん、でもそれを例えば10年20年って見てみるとさ、うん、やっぱりそのことがすごく大事なことだったみたいなこともあるわけだからさ。そうだね、な、うん、うん、でもほんとさ、311もそうだったし、地球規模もそうだしさ、うん、こう不自由な生活をして、あの船の人だって散々は叩かれるけどさ、うん、帰ってきたらどうだこうだって言われるけどさ、うん、あの船の中でどれだけ辛い思いをしたかさ、うん、本当に思うわけ。そう、うん、うん、そこはやっぱりさ、みんなもっと思いやってやらんとさ、いかんと思うんだけど、うん、あそこは感染源だとかさ、貝打ち叩いたりさ、志を持ってさ、あの船に乗り込んださ、医療従事者がさ、叩かれたり、そこで叩かれたりさ、ばい菌扱いされたりさ、うん、ちょっとそれ違うんじゃないのと思うけどね。だからね、本当ね、これからはね、あのやっぱ人と人との関わりが大事になってくるんだよ、うん、な、うん、あの人ってやっぱりさ、一人は生きてへんから、うん、な、うん、まあ一人で生きていけると思ってる人は一人で生きすればいいけれど、うん、な、やっぱり人と関わりながらさ、うん、助け合いながらさ、うん、生きていくっていうのが、やっぱりそれがさ、あの人間がこうやって、我が物顔で生きてられる原動力でもあったわけだからね、うん、うん、人間の、あの熊と戦って勝てへんだから、な、他の動物と一体して、この前なんかイノシシと戦った人いたけどね。たまにいるけどな。うん、イノシシと戦ってイノシシをなんか海に沈めたっていうか、窒息させたって人いたけどね。そう、だから基本的にはさ、あの、そういう弱い存在だから、やっぱりまとまらなきゃいけない。うん、なんだからこう、まとまりってのは俺は本当に大事だと思うよね。うん。うん、だからこういう時こそ孤立しない。ね、ああ本当もう例えば共働きの人も大変だけど、本当シングルでさ、自分が働かないとさ、うん、子供たちを食べさせていけないっていう人もいるだろうし、うん、極端なこと言えばさ、子供食堂とかも閉鎖になってるらしいの、あちこち。ああそう、だけどごめん悪いけど、子供食堂がなかったらご飯食べれない、もう学校がなくなるわけだから、うん、そうだな、給食で食いつないでたけど、うん、給食がなくなって子供食堂もなくなって、じゃあ僕たちどこでご飯食べたらいいんですかっていう、絶対絶対あるって。そうだよな、うん、そうだからさ、やっぱりそのもし万が一何かあったら責められるっていうのはあるじゃん。まあもちろんね、あそこが発生源だった、そうそうそう、あそこの子供食堂が発生源だとか、そういうことですよ結局。だからそういう風潮がさ、うん、やっぱりこう何か人助けをしようとかさ、うん、役に立とうとかいう人たちの足を引っ張るよな、うん、どうしてもな。絶対そう思うよ本当、うんうん、あの船が悪いとかさ、何とかが悪いとか、何とかが悪いとかって言うけどさ、実際自分がそこにいたらどう思うってことさ、うん、だから何かあるとさ、いや何かあると必ずこう悪者探し、うん、な、原因結果の法則がさ、もう何かはびこってしまってるからさ、うん、あの原因探しって、うん、な、もうそれが
あるじゃん、あの日常生活だって何かあると誰が悪いこれが悪いって、いや政治家が悪いにした方がいい、あれが悪いこれが悪い、一番最初が悪かったんだからあいつらが悪いっつってさ、いやでも言ったって普通の人をさ、うん、責めても仕方ないじゃん、そりゃそうだけど政治家を責めたってまたこれまでどうしようもないし、そうそうだけどそうでしょ、うん、だから都合悪いことに一生懸命蓋をして蓋をしてさ、うん、なんとか取り繕って無事にオリンピックをねやりましょうみたいな姑息な考えが一番良くなかったと私思うわけ、うんうん、いやそりゃそうだけどな、うん、うん、まあでもそういう大きな枠の中に入ってしまってるわけだからさ、もちろんね、な、うん、その枠の中でどう生きるかっていうことも考えないとな、うんうん、もちろんその枠が壊れてまた新しい枠ができてくるっていうのはまたそれはいいけどさ、うん、まず今の時点ではさ、うん、その枠の中にいてしまういることは事実だから、うん、その中でどうやって今困ってる人をどうやって助けてあげるか、うん、本当大変だと思うよ、そうだな、うんうん、まあ、そういうことも大事だと思うわ、ね、なあ、うん、まあこれからどうなっていくか本当ね、これ収束してくれるとありがたいけどな、うんうん、もう他人事っていうか人事だと思わないで、うん、自分がその立場だったらどうなるかってことはやっぱりもっともっとさ、そうだな、共感力というかさ、うん、そこをやっぱりこうみんなもっとつけていかないと、うん、すごい殺伐とした世の中になると思う、そうだな、うんうん、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。